ちょっと時系列前後しますけどもあれですよね上坂すみれちゃんとすごい仲良くしてましたよねはいそうなんですよ生放送アクセルワールド加速スラジオ生放送をさんでやったねやらせていただいた時になんか一つの楽屋というか会議室にみんないてその時にそそそそって二人で寄り添い合い部屋の隅っこで。 ずっと立って喋ってんの座ればいいのに壁が落ち着くんで2人とも壁に手をつけて喋ってたんですよ俺さ2人ともね知ってるじゃないですかよく知ってるかどうか分かんないですけども2人ともね割と知ってて2人ともコミュニケーション能力があるな人じゃないですか2人が友達があんまりいないとおっしゃってる2人がこうなんていうの怯えながらこれ以上手を伸ばしていいのか今はまだ早いのかみたいな距離を測りながら 喋ってんのすごい微笑ましかった見えましたその様子見えてうっかり動画で撮ったもん俺ええくえうっかり動画で撮ったもん俺あれですよお金くださいですよどこにもあげないえなんでなんでなんで楽しみんですか家で楽しかったですよそうだったね上坂さんがよろしければアドレスをお聞きしてもよろしいですかみたいな感じに聞いて私が踏み込んではいけないと思っていたところを向こうから頑張ってね だって向こうだって超勇気出したはずだよそれそうですよね、うん、だから「うん、あのよろしくお願いします」<laughs> 過去級みたいなったもんな 2>,、ね、2人ともあまり交換はしないから、うん、どうやって交換するのそう、ね、って言って「ボタンわかんない過去見ればいいのどのアプリなの?」って言ってすごい困りました面白かったわあれでもずーっと喋ってたもんねそうですねほんとずーっと2人でいたから、はい、おじさんどうしていいかわかんなくて、はい、遠くにいたもん そうですねなんかずっと遠くからニヤ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 してそうそう目が合うと口を押さえてププって顔するんですよ遠くからなんだっけなんとか愛美ちゃんとはいあ<の>寺川さん寺川愛美ちゃんとずーっと見てた、はい、でもそっちの若い子同士でやってないよって思ってたんだけどもう俺うっかり知らなかったんですけど、はい、寺川さんもほぼ同い年なんだってねそうですねあのー、まるで そっちの若い方でやってないこっちのおばちゃんおばちゃん組でさおじちゃんおばちゃん組で見てるからと思ってたけどあの子若いじゃんでもどっしりとしてらっしゃるどっしりとしてらっしゃるドムみたいな言い方重心がそういうことじゃないそういうことじゃないそういうことじゃない軽やかな方ですけど喋ってるとなんかこう貫禄を感じる私たちがこう私とか佐坂さんがこうあわあわしてたりとかするときもんか普通に笑ってそうだねみたいなそうだねそうだね 優しくこう包み込んでくれる感じだったよね先輩感があるから先輩感があったよねほとんど変わんねえのにねそうそうあなかかっっったたででですね人どうううやてててここ生きい話をしりとそだからさ上坂さんさまた上坂さんの話だけどもお姉さんだなと思ったのは私そんな感じで「あれなんですよ隅っこなんですよ」って言ってたら上坂さんが「大丈夫隅っこはなれるから」って話をしたんですよ私はまだこう キラキラした人たちに入りたいと思ってるところがいけない、うん。うん、あの、上坂さんのレベルになると、もうそんなのは気にしなくなる。どう、いかに自分の生活を豊かにするかを考えられるようになるから。うんうん、面白い、アクセル出てねえのに。<laughs> 三沢さんが今苦しいのは、うん、あと1年もすれば、<laughs> あの、昔のことになるから大丈夫なるほど、なるほど。時が解決してくれるっていう。そうです。まあ、別の言い方すると、打つてなしってことだよね。<laughs> 新しい考え方を教えてもらいますかねそうだねそうなんですよ素晴らしいだから業界の友達であり生き方のお姉さんができたわけだからそうなんですよ三沢さんはい先輩を見習って生きてちゃんと生きていきたいと思いますよ闇雪姫と闇雪姫三沢幸飼ですよね闇坂すみれ先輩が <laughs> あんなキラキラなのにねそうすごい綺麗な衣装が似合うというか衣装であれは私服だと思うんですけどあれつけてたじゃんなんかカチューシャみたいなやつそうオリボン大きいオリボンがついたカチューシャみたいなやつをそうあのー、ちょっと三沢さんつけてみなよっつってそうおじさんが冗談半分に言ってそう,そうさんが無茶りをしたから、うん、上坂さんが乗ってあ三沢さんつけてくださいよってキラキラしてくれたからそしたら会議室の机の下に隠れ出して <laughs> お前 ごごめめんなさいっつって今から生本番に出ようって子がはいだったねはいそうそうなんですよで鈴村君の持ってたサングラスを勝手に借りてかけてみたりねそうですねサングラスって過ごしやすいですねこう世界がちょっと暗く見える暗く見えるからね過ごしやすいよあれねそうだよそうだよ眩しくないですそうだよ君とか俺のために蛍光灯とかがすごく温かく見える 今何この状態は明るすぎる。<laughs> ね、照らされすぎなんだ。ど、ね、うかそうか。私を見るななんだろう。<laughs> ちょっとだけ見てほしい。<laughs>